のバージニア州の政府の権限を呼び市民の基本的権利を規定し制限する文書である他の州憲法と同様にバージニア州の法律を呼び政府の法令の上に来る最高法であるがアメリカ合衆国憲法及び連邦法が優先される可能性がある1776年にバージニア州はその最初の憲法を成立させたが これは、アメリカ合衆国の初めの13植民地による独立宣言と連動したものであった。たびたび修正が施され、さらに6回の大きな改定が行われた。これら新しい憲法は、バージニア州における主要な地域的、人種的、社会的変動の時代の一部であり、また反応でもあった。ジョージ・メイソン。 トーマス・ジェファーソンと共に1776年憲法の主要立案者の一人最初のバージニア憲法の準備は独立戦争の初期出来事の最中であった1776年早くに始まった。1776年憲法の総合を起草した者にはジョージ・メイソン、トーマス・ジェファーソン及びジェームズ・マディソンがいた。ジェファーソンは 第二次大陸会議のバージニア代表でもあり、彼が書いたバージニア憲法草案は、ジェファーソンがアメリカ独立宣言の総構作りに関わったことで、直接の先駆けとなった。同様にマディソンがバージニア憲法草案作りに関わったことは、後にアメリカ合衆国憲法の主要立案者の一人として、使うことになる概念や技術を発展させる力になった。 1776年憲法は、全文で、これまでイギリスの王が有していたすべての憲法の、権威は、社会全体の共通の利益のため契約によって、人民から由来し、人民が保持するものとなった。All the Constitutional Authority Ever Possessed by the Kings of Great, Britain Over These Colonies, or t h e other d o m i n i o n s w a s by compact, derived from the people, and held of them, for the common interest of the whole society と規定し、社会契約説に基づく人民主権論に立場に立つことを鮮明した上で、憎むべきまた耐え難い、先生を強いたイギリス王女王子三世を告発した。また、国の立法機関として、両院制のバージニア議会及び、 失政府の長官すなわち行政官として知事を作り政府の権限の分離を打ち立てた。主にメイソンによって起草された同時期のバージニア権利商店は人間の基本的権利と自由の保障と政府の基本目的に焦点を当てている。この権利商店はアメリカの権利の焦点など多くの歴史的文書に模範として使われた。1820年代までに バージニア州は投票権を土地所有者に限定するわずか二つの州のうちの一つとなっておりバージニア州西部の住民は議会に代表を送り出せないことについて次第に不満を募らせるようになったこの圧力は憲法制定会議が1829年から1830年にかけて招集されるまで増大し続けたこの会議は大半が 東部の土地所有者と西部の裕福さでは劣る、住人との間の競合となり、議論は代表権と選挙権の問題で支配された。この会議の大議員には、ジェームズ・マディソン、ジェームズ・モンロー、ジョン・タイラー及びジョン・マーシャルのような著名バージニア人が、含まれていた。会議では、結局、賛政権の要求事項を緩くし、バージニア議会の上下院議員数を減らすという、 妥協案が成立した。その結果生まれた憲法は、住民投票の多数で批准されたが、州西部の有権者の大半は、憲法案に反対する投票を行うという結果になった。かくして表面下に、州内部の緊張関係は残り、新たな対決の段階に進んだ。1840年の国勢調査によると、バージニア州西部には、 州内白人住民の過半数がおり、代表者数が人口に比例していないという状況がひどくなったことで、1830年に採用された選挙の枠組みでは不満を募らせることになった。バージニア州西部はバージニア議会で選挙制度を変える試みを数度言ったが、その度に敗れていた。その結果の欲求不満は公然と奴隷制の廃止。 あるいは州からの脱退を議論し始める者がいるほどになった。最終的に打ち続く緊張関係の解決を図るための憲法制定会議が召集された。会議の結果として生まれた1851年憲法に採用された最も重要な変更は投票権に対する財産要求事項が排除されたことだった。つまり、 バージニア州のすべての白人男性は投票権を持つことになった。1851年憲法ではさらに州知事、新設された副知事及びすべての判事は住民の投票で選ばれることになった。長い間悩んできた選挙権と代表権の問題を解決する方向でなされた進展を考慮に入れ、1851年憲法は 改革憲法と呼ばれることになった。1861年に南北戦争に続く出来事の中でバージニア州は合衆国からの脱退を決議した時に州西部の全軍と北部のいくつかの軍が不満を表明しフランシス・エイチ・ピア・ポントを知事として別の政府を作り上げた。南北戦争の最中の1864年に ウエストバージニア州の分離と新しい憲法の創出を承認したのはこの別の議会であった。かくしてこの憲法は分裂した州と政府の産物となり、また1776年の初代憲法以来、初めて住民投票なしに採択されたものとなった。1864年憲法ではバージニア州における奴隷制を廃止し、 アメリカ連合国政府に協力した議員の権利を剥奪し、バージニア議会議員の定数と任期を調整した。現行のバージニア州憲法序文には、その前身のリストの中に1864年憲法を含めておらず、1864年憲法は、戦時下という条件で起草され、法的意味合いは、不確定であるという注釈がある。 ジョン・アンダーウッド・ハ事ンジ。1867年から1868年の憲法制定会議を支配したので、アンダーウッド憲法と呼ばれることになった。南北戦争の終戦後、バージニア州は短期間ジョン・スコフィールドの指揮する軍、政府下に入った。スコフィールド将軍は、連邦政府のレコンストラクション法に従うために、すぐに、 新しい憲法の制定会議を要求し、1867年12月から1868年4月まで、リッチモンドで開催された。バージニアの多くの保守的白人は、黒人に賛成権を与えることに反対し、会議で投票に参加することを拒んだ。その結果、ジョン・アンダーウッド判事が指導する、急進派共和党が会議を制し、作られた憲法は、 アンダーウッド憲法と呼ばれることになった。憲法の批准に反対する者たちはそれをあざけって黒人憲法と呼んだ。アンダーウッド憲法の重要な規定は21歳以上のすべての男性市民に選挙権を広げることであり予算と出席を義務づける州営の教育制度を確立し、さらに判事は一般選挙ではなく衆議会が選ぶこととした。 元アメリカ連合国政府の要因に対する権利剥奪を継続する条項で論争があり、新憲法の批准が遅れた。しかし、権利剥奪条項とその他の憲法とを分離して投票する妥協が成立し、権利剥奪条項は承認を得られなかった。アンダーウッド憲法の残りの条項は一般投票の結果、 21585票対9136票で批准され1870年に発行となった。20世紀への変わり目までにジムクロー法が根付き、南部の6州がすでにアフリカ系アメリカ人の投票権を剥奪していた。バージニアでも黒人の投票権を排除する政治的圧力が盛り上がったが、これは 表面的には不正選挙や汚職を止めさせるためとされた。このような背景で1901年の憲法制定会議が開催され、アメリカ合衆国憲法修正第15条を審判することなく、また貧しい白人の権利を剥奪することなく、選挙権を制限することが主要な焦点となった。会議の大議員たちは、 後の合衆国上院議員、カーターグラスの指導の下で、すべての期待される有権者は、人頭税を払い、読み書き能力の試験にパスすることという要求事項を作ることでこの目的を達した。軍隊の退役軍人やその息子たちには、免除が認められたが、彼らは事実上すべて白人だった。 多くの読み書きができない白人も新しい要求事項に合わせることができなかったが黒人投票者の権利剥奪ということではこの修正が効果的だったその次の選挙ではこの修正の結果としてバージニア州の有権者は実質的に半分になった1902年憲法で他の重要な条項は教育現場における人種分離の要求と 軍裁判所制度の廃止を呼び、州企業委員会の創設であった。制定会議は、アフリカ系アメリカ人が新憲法に反対することを恐れ、憲法案は一般投票にかけられるという決まりごとの通りにすることを拒んだ。かくして、1902年憲法は1864年憲法と、同様に選挙民による批准なくして採択された。 この憲法はそれまでのバージニア憲法よりも、はるかに長い間有効に存続した。1964年公民憲法及び、ブラウン対教育委員会事件に始まる一連の最高裁判所判決によって、1902年憲法でも、最も論議を呼ぶ見解すなわち、アフリカ系アメリカ人から選挙権を制限する、条項と教育の分離を義務化する条項愛法になってきた。 このことは、1965年にミルズ・ゴッドウィン知事が選ばれたこととも合わさり、政府の変化に弾みをつけた。ゴッドウィンは、州の発行する債券と借金について、州憲法が厳しく制限していることを緩和させようと強く主張し、その権力と人気を使って、新しい憲法制定を推進した。この結果、1968年に、 バージニア州議会の共同決議案が採択され、前知事のアルバーティス・エス・ハリソン・ジュニアを議長とし、憲法を改定する新しい委員会を承認した。1969年1月に憲法改定委員会は、ゴッドウィン知事と議会に対して報告書と推薦書を提出し、最終合意案を起草する作業を続けた。新憲法案は、 バージニア有権者の圧倒的多数で承認され、1971年7月1日に発行となった。現在のバージニア憲法は12条からなっている。第1条には1776年憲法から、当時のバージニア権利焦点全体が入っている。しかし、いくつかの節は、アメリカ権利の焦点の概念すなわち適正手続きを、受ける、権利。 一時不再り武器を携帯する権利を取り入れるように拡張されてきた。アメリカ合衆国憲法と同様に、バージニア権利商店は、その第17節で諸権利のリストは、人民が持つ他の権利を除外すると解釈すべきではないとしている。1997年に、バージニア権利商店の第8節 A として、被害者の権利修正が加えられた。 2006年11月7日に、同性結婚を禁じる修正条項が、バージニア選挙民の投票で承認され、権利焦点に追加された。この修正条項では、未婚の人々の間で結婚に近い状態を意図する、あるいは、結婚の権利、恩恵、義務、質、あるいは効果を与える、同盟、パートナーシップあるいは他の法的な状態という、認識をも禁止している。 未婚の人々の間の結婚に近い関係について法的な効果があるかは未承である。憲法第2条では選挙と役職を得ることについてその方法と仕組みを設定している。この条項の各説では長年にわたる多くの技術的修正が行われてきた。例えば、当初の選挙権者は21歳以上とされていたが、1973年に、 発行した修正では18歳以上とされた。第3条では政府の立法、行政、司法各府の三権分離の原則を確認している。政府の各府の分離は第1条第5節の人民の権利としても挙げられている。第4条ではバージニア議会の基本的な構造と権威について規定している。州における立法権は バージニア州上院と会によりなるバージニア州議会に与えられる。第4条第17節は行政府と司法府の構成員を弾劾する権限を議会に与えている。当初の第4条第14節は憲法改正におけるバージニア委員会を通じて教会の法人化を禁止していたが、1969年の報告書では この禁止がおそらく無効と認めた。バージニア州の西部地区連邦地方裁判所は2002年の4月にバージニア憲法のこの規定が合衆国憲法に規定される信教の自由という権利を侵犯しているので事実上意見と判断した。判決では他の団体が法人化できるのに教会が州法の下で法人化する選択肢を否定することは意見であるとした。 協会法人化の禁止を撤廃する修正が2006年11月にバージニア州一般投票で承認された。第5条では行政府の構造と権限を規定している。バージニア州知事は行政官の長と規定される。ただし、第5条第1節では知事が連続した任期につくことができないとされている。副知事と 検事総長は知事を支えるべく選挙で選ばれる憲法上の役職とされている。知事の憲法上の権限には法案への署名、法案を拒否する権利、恩赦を発行する権限が含まれる。第6条ではバージニア最高裁判所の司法権と議会によって創設された海裁判所の司法権を規定している。判事は 議会の評決で過半数を得ることにより指名され、最高裁判所判事では、任期12年、その他の判事は、任期8年とされている。最高裁判所は、第5説によって、法の執行と州内裁判所の手続きを統括する、権限を有し、最高裁判所の主席判事は、バージニア州司法制度の最高管理者とされている。第7条では、バージニア州における、 地方政府の構造と機能の基本的な枠組みを規定している。地方政府は人口1000人以上の町、人口5000人以上の市、郡あるいは地域政府の階層で作ることができる。第7条ではバージニア州議会にこれら政治的区分を組織し統治するための一般的な法を作る権限を与えているが、 地域政府はその地域有権者の過半数の同意がなければ創設できないという例外がある。第四節では、バージニア州の各市及び各軍で財務官、保安官、州検事、裁判所事務官、税務局監督官という憲法で規定する役職は選挙で選ばれるものとしている。バージニア州のすべての子供に対する義務的及び無償の初等教育、 また高等学校レベルの公的教育が第8条の焦点である。バージニア州議会は教育制度の予算化と州と地方政府の間での費用の分担方法を決める権限がある。州の教育委員会は学区を創出し全体に関わる教育政策を発行させるために作られている。個々の学校の監査実務は第7節で 地方教育委委員会に委託されている第9条の主目的は、法人を規制する法律の管理を行う、バージニア州企業委員会を創設することである。州企業委員会はまた、バージニア州の法人に認証を発行し、外国の法人が事業を行う免許を発行する。第9条第5説では、外国の法人が、バージニアの法人ではできないことを、 バージニア州内で行うことを禁止している。第10条では、バージニア州における、個人財産に対する課税の基本構造を規定している。この条項によれば、あらゆる免税でない個人の動産、不動産はその市場価格に合わせて課税される。第6説では免除される財産の長いリストがあり、その中には、教会の財産、墓地、 非営利学校の財産が含まれている第10条には重要な追加があり、1986年に発行となった第7節予算修正では、修営宝くじの全収益は、教育目的とは分けて考えるべきという要求事項、宝くじ収益基金を規定している。第11条では、周内の自然資源と歴史的資源を保存、保護、保全することが、 州の一般政策であると規定している。州議会は、官民パートナーシップあるいは、連邦機関とのパートナーシップを取ることでこれら、政策を推進することが認められている。第四節に加えられた2001年修正では、バージニア州民の憲法に定める権利として、狩猟と漁労の権利を認めたが、議会はこれら権利の適度な規制と制限を、法制化できるとした。 最終条項では憲法を改定する手続きを規定している。憲法の修正はまず議会議員のそれぞれで過半数の評決で承認されなければならない。修正案は次に連続当選議員によって検討され、再度両院の過半数で採択されなければならない。次に一般投票に付され、投票者の過半数の承認で憲法の中に取り入れられて、 発行となる。別の方法として、バージニア州議会両員の3分の2以上の賛成により憲法制定会議の開催を要求できる。この会議で提案される改定あるいは修正は、バージニア州市民に提示され、投票者の過半数の承認で法制化される。アメリカントレジャーズ・オブ・ザ・ライブラリー・オブ・コングレス、ドラフト・オブ・ザ・バージニア・コンスティテューション。 ライブラリー・オブ・コングレス、2006年9月12日、閲覧。シュワルツ、ステファン a ・ a ジョージ・メイソン、フォーゴットン・ファウンダー、H.E. コンシーブのザ、ビル・オブ・ライツ。スミソニアン、142、ダブニー、バージニアス、バージニア、ザ。 ニュードミニオン、ユニバーシティ・プレス・オブ・バージニア、ピアニッシモ、213から216、ISBN0 から813910153、1830、バージニア・コンスティテューション。ウワスト、バージニア・ディビジョン・オブ・カルチャーヒストリー、2006年9月12日、閲覧。ザストーリーオブバージニア、ビカミングサザ c ーズ。 バージニア・ヒストリカル・ソサエティ、2006年9月12日、閲覧。ダブニー、P218、ウィレンツ、シーン、ザ・ライズ・オブ・アメリカン・デモクラシー、ジェファーソン・ツー・リン・カーン、WW ・ノートン・カンパニー、ピアニッシモ587から588、ISBN0 から393058204、コンスティテューション・オブ・1851、 ウアスト・バージニア・エンサイクロペディア、2007年9月29日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2006年9月12日閲覧。サーモン、エミリー・エドワード・ D.C. キャンベル、ジュニア・ザ・ホームブック・オブ・バージニア・ヒストリーザ・ライブラリー・オブ・バージニア・ピアニッシモ、45から47、ISBN0 から 8849017778AB。 サイクロペディアオブポリティカルサイエンスバージニア。ライブラリーオブエコノミックスリバティ。2006年9月12日、閲覧。コンスティテューションオブバージニアフォーワード。バージニアゼネラルアセンブリー。2006年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年9月13日閲覧。Morgan, Linda, e、in Virginia, A.B. モーガン、リンダ、イマンシペーションインバージニア、エスタバコベルト。 1850から1870、ユニバーシティ・オブ・ジョージア・プレス、ピアニッシモ、160から166、ISBN0 から820314153、サーモン。P52、ビューズ・オブ、エイ・チェンジング・ランドスケープ、ヒストリカル・バックグラウンド・フォー・サドリー・ポスト・オフィス。ユニバーシティ・オブ・メリーランド、2006年9月14日、閲覧。モガー。 アレン、バージニア、ブルバニズムズ・バード、1870から1925、ユニバーシティ・プレス・オブ・バージニア、ピアニッシモ、181から183、屋力43万5376、バージニア、エス・コンスティチューショナル・コンベンション・オブ19・1901、1902、バージニア・ヒストリカル・ソサエティー、2006年10月2日、時点のオリジナルよりアーカイブ、 2006年9月14日閲覧。ダブニー、ピアニッシモ、436から437。モガー、ピアニッシモ、192から200。ダブニー、ピアニッシモ、439から440。サーモン、ピアニッシモ、78から79。レジスター・オブ・ザ・ペーパーズ。オブ・エイ・リック、ハワード・フォーザー。 バージニア・コミッション・フォー・コンスティチューショナル・リビジョン1969から71。ユニバーシティ・オブ・バージニア、2006年8月29日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2006年9月15日閲覧。all reference below are to, the articles and sections of the constitution of バ i ジニア commonwealth of バージニア、オリジナルの2008年5月30日時点における、 アーカイブ。https://web.archive.org/web/20080530012939/http:/legis.state.wa.as/rows/search/constitutiontoc.htm203fsapp2d624 プロポーズドコンスティチューショナルアメンドメントバロットクエスチョンナンバー2バージニアステートボードオブエレクションズ2006年10月31日閲覧ありがとうございます